特殊詐欺の被害と飲酒運転を防止しようという啓発ポスターがこのほど完成し、天理警察署でお披露目されました。ポスターに写るのは天理大学柔道部の選手たち。天理大学と天理警察署は包括連携協定を結んでおり、これまでにもラグビー部の選手が啓発活動に取り組んできました。今回は東京オリンピックで天理大学柔道部出身の大野将平選手が連覇を達成し、柔道が注目されたことから柔道部がポスターに起用されました。天理警察署の管内で今年発生した特殊詐欺は9月末の時点で2件ですが、被害額はおよそ9370万円と去年の同じ時期を上回っています。また交通死亡事故も管内で昨日までに2件発生していることから、2種類のポスターを作成。それぞれ特殊詐欺の被害防止と未だ後を絶たない飲酒運転の撲滅を呼びかけます。一日警察署長に任命された柔道部主将の新井良平選手と川内リズム選手らは、早速完成したポスターを手に管内の金融機関などで啓発活動を行いました。一人のでも多くの人がこのポスターを見ていただいて、事件などを起こさないように、巻き込まれないように気をつけて、安全に暮らしていってほしいなと思います。